400年余り前、天正の昔より言い伝えがある。東空将の頃の遺産で、荒木無2歳の頃、実戦体験から武術として伝えられたものである。この武術は現在から見れば原始的要素を多分に持っている。言い換えれば、武術が剣術、柔術などに体系付けられている以前のもので、棒、鎖、小具足、長巻、刀術、剣法などが未分化のまま受け継がれている総合武術である。新田三郎義満を始祖とし、甲斐武田家に伝承された。武田土佐国光、愛の大名芦名森氏に仕え、会津三池の地頭として子孫定住。大統領を継承した。徳川家康の孫、幼名孝昌丸は武田信玄の娘、武田健勝院にされ、信玄の中心、高遠城主、星名正光の養子となり、星名正幸と改名後、会津藩祖となる。正幸は四代将軍家綱の補佐役の任23年その間、全中五神武芸、押し打ちを制定し、老中、重臣、奥勤め者に指導、格式高い武芸である。この押し打ちは、星名正幸以来、歴代会津藩主が継承し、明治に至る。大統領中高の祖、武田宗閣は、大統領柔術を父、宗吉より学び、押し打ちを会津藩元家老、西郷頼母改め、星名近頼より費用を得得し、明治31年、大統領合気柔術を正式に継承する。宗閣高井後は、長子、武田時宗が宗家を継承しております。はい。
下がれてるんですよ。Huh?